ハヨインスは、韓国の女優、モデル。富山広域市出身。1990年、富山に二人兄弟の末っ子として生まれる。幼い頃から絵が好きで、高校時代はアニメーションを専攻していた。進学のためソウルに上京し学費を稼ぐために、モデルとして働いていたが、モデルとして注目を集めたのをきっかけに、芸能界の道に進む。 日本でもモデル活動をしていたことがある。2013年、映画、恋愛の温度で、女優デビュー。同年、ドラマ、モンスター、私だけのラブスターでは新人にして、ヒロインに抜擢され、ナチュラルな、可愛さから、日本の女優の青い優や宮崎葵い、歌手の愛優に似てると話題になった。異国的な容姿からデビュー当時は、外国人に間違われることも多かった。 2015年9月、所属していた BH エンターテイメントのマネージャーが独立し、新しく設立した会社、マネジメント ANDA、同じく同社所属のシム・ウンギョンと共に移籍。生理用品を買うことができない女性たちがいるというニュースを見て、2016年8月、視覚障害者の福祉施設に女性用品を寄付した。2018年5月、日本のドラマ、 リッチマンプアウーマンの韓国リメイク版、リッチマンに出演し、日本では石原さとみが演じたヒロインを演じた。同年9月、PLK エンターテインメントへ移籍し、2020年6月からはアンマークに所属している。ありがとうございます。